もありがとうございます。小さなお店屋さんキッチンです。今日は昆布くすを作ってみたいと思います。なんじゃそれっていう人がね多いんじゃないかと思います。早速やってみますよ。始まり。さあ、昆布くすは大豆の豆乳で作るそうめんが入ったラーメンって感じ。癖になる味でお手軽簡単にね、大豆の水煮って売ってますけど、乾燥大豆ね簡単にできますからね。乾燥大豆でね作るのおすすめですよ。まずね、たくさんのお水の中に入れて、戻します。一晩とかね、そのぐらい水の中つけといたら戻りますから、火にかけて茹でるって言うんです。煮るって言うんです。まあ炊いてください。途中ねこうやってブクブクねアクっていうんですかね、泡みたいなのがムクムク生まれてきますので、これすくってね、すくった分だけお水気が減っちゃうので、また水足してつまんでね食べてみて、柔らかいなっていうぐらいまで炊いてください。で、お豆ね重たいんで時々ねそこね混ぜてあげないと、じーっとそこにね沈んでる人たちはね焦げちゃうっていうねちょっと大げさだけど、まあ、時々ねかき回してあげた方がいいですね。でもねずーっとね魔女が毒薬作るみたいにずーっと混ぜ続ける必要はないんで、時にちょっとかき回してください。でこうやって大豆をまずきます。これたくさんできますからね。こう茹で汁ごとお豆ジップロックに入れて冷凍保存できます。 600g の乾燥の大豆を茹でますとジップロックに5つ分ぐらいできますよ。さあ、ドロドロにします。若干煮汁控えめにした感じで煮汁ごと粉砕します。あまりにね濃度が濃い場合には牛乳で伸ばします。昆布くすは基本味がついてないお料理です。食べる時にその人のお好みによってお塩を入れたりお砂糖を入れたりセルフで入れるんですって。味がついてないっていうことでクソまずっていう人と美味しいっていう人と両極端に分かれるみたいな、そんな口コミがね上がってたりするので、隠し味にピーナッツバターを入れたいと思います。これね、ピーナッツバターね合いますよ。合う合う。果糖のタイプですね。お砂糖の入ってる甘いタイプです。これをお好みで入れます。ドロドロにしました。すくってみてください。あまりにね濃度が濃い場合にはこれはお好みの濃さまで牛乳で伸ばします。これ豆を炊いた煮汁で緩さを調節するより牛乳で伸ばした方がいろんな味と組み合わせた方が味に深みが出るっていうんですかね、牛乳で緩さを調節した方が美味しいです。これでそうめんにかける汁はできちゃいました。さあ、そうめんを普通に茹でまして、この汁をかけます。上にトッピングするのは貝割れ大根とトマトと黒ごまを混ぜてみました。トマト、この時々トマトを食べるとさっぱりしてね美味しいですよ。トマトはね見栄えもねいいですけど、トマトはねトッピングの材料としておすすめです。ぜひトマトね乗っけてください。で、この昆布くすと一緒に添えるこのキムチ、昆布くすは基本味がない、この味に飽きたら時に薬味代わりにキムチと一緒に食べるとまた味変してとても美味しいです。キムチですね、これも手作りしてみます。キムチの材料としては生で食べれる感じのものですね。あえたらすぐ盛り付けしてすぐ一緒に食べる感じですよ。じゃないとね水気がね出てきちゃうんですよね。今日は白ネギとニラと水菜とパプリカ、これでいってみたいと思います。なんちゃってキムチのねキムチの素です。これはね使えますよ。美味しいです。このタレいきますよ。なんちゃってキムチのどろですよ。お醤油が大さじ8杯、みりんとお砂糖とにんにく、これが大さじ1杯ずつ、ごま油大さじ2杯、ここがポイントですね。韓国産の粉唐辛子です。これね日本の粉唐辛子は辛すぎるんで食べられないです。こんな量入れちゃったら。韓国の
粉唐辛子がいいです。大さじ2杯もしくは大さじ3杯入れてください。細引きタイプです。これね、韓国の粉唐辛子ネットでも買えるし、外国のいろんなね調味料とか売ってるようなところ行くと必ず売ってますから、韓国産の粉唐辛子、これを混ぜてください。お好みで和えます。今日は白ネギとニラと水菜とパプリカ、これでいってみたいと思います。実はこのタレのレシピ、タッカンマリっていうね、鶏の水炊きみたいな、そんなお鍋のタレのレシピなんです。ちょっとタラッとね垂らしてこれ食べるとすごく美味しいですよ。しゃぶしゃぶとか使えますので、ぜひこれね作って常備しておくといいと思います。さあ、タッカンマリとなんちゃってキムチできました。あ、違った、間違えた。コングクスとなんちゃってキムチできました。さあ、今日は韓国の夏の定番麺料理コングクスをご紹介してみました。面白いもんでしょこれ。お店でね、お客さんにも食べさせちゃったんですけど、濃厚でクリーミーでね美味しいって。ぜひね、夏の終わり、そうめんがいっぱい余っちゃったし、これどうしようっていう時にはね、これやってみたらね面白いと思います。ぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。そうめんをね食べちゃった後に、もし汁が残ったら、お砂糖一つまみ入れてその汁飲んでみてください。これはこれでね、なんかねデザートみたいで、一番最後の仕上げ、お砂糖を一つまみ入れて飲むことをおすすめします。ぜひやってみてください。